どうも、闇の心の伝道師中富純でございます。さあ、中富純がお送りしておりますちょっとダークな雑学ラジオなんですが、今回のテーマはですね、死にたい人が支配されているものというテーマでお送りさせていただければというふうに思います。そうなんですね、多分皆さんも支配されてるんじゃないかなというふうに思います。かくいう私も支配されて、います。じゃあ最近はちょっとマシになってきたんですけれども、やっぱりこうふとした時にメンタルが病んでるなって気づいた時とかは、もう無意識のうちにそれに支配されてしまってるので、それだけでもう時間が溶けていってしまってるので、ああ良くないなっていうふうに思いながらも、でも抜け出せないんだよなっていうのがね、ちょっとまだ苦しいなと思わずにはいられないところなんですけれども、これ何かっていうと、はい、スマホだったりとか SNS なんですね。やっぱりね、この2つはね、本当に中毒性がすごくて、まあ恐ろしいですよね。なんて言うんでしょうね。こう、人類が今まで発明したものの中で最も成功したものの一つだと、思うと同時に最も人類に害を与え続けているものの一つだとも僕は思うんですね。まあまさに表裏一体なんて言葉が似合う。まあそれが、このスマホだったり SNS だったりとか、まあそういうものなのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりこういうものの恐ろしさ、皆さんを支配しているものの恐ろしさって、知らないうちに皆さん支配されてるっていうのが一番怖いんですよね。その、なんて言うんでしょうね、こう洗脳って、こう、まあ例えばね、カルト宗教とかを例にとって話しますけど、どう考えてもおかしいじゃないですか。その、なんかね、統一教会とかありましたけれども、その家が破産するまで、ね、教会団体にお金を寄付し続けるって、もう正気の沙汰じゃないですよね。なんでなんって思いますよね。で、なんかこう、あの人は支配されてる、洗脳されてる、やだ、怖い、みたいな風に思うかもしれませんけれども、まあもちろんそれはそうなんですが、ここでやっぱり一応ちゃんと考えておかなきゃいけないことは、その人は何をもってそういうことをしてるんだろうとか、なんかどう考えてるんだろうっていうのを、やっぱりちゃんとそのメカニズム的なところで考えるってことが僕はすごく大事なのかなというふうに思うんですよね。ただ怖がってるだけじゃ意味がない。ただ拒否してるだけじゃ意味がないっていうことなんですよ。で、やっぱりそこをこう紐解いたときに、洗脳されてる人は本気でそう感じてるから、洗脳されてると思ってないんですよね。要はその人本人はそれが正常だと、まあ問題ないことだと思ってるんですよ。周りがそれを見ておかしいよね、普通の行動から逸脱してるよねっていうので、あの人は洗脳されてるっていうことなので、まあ完全に僕たちと その人、そういう風な人たちの間では、こう乖離があるというか、確実にこう、距離があるから、第三者から見てあの人おかしいよねっていうのがわかる。わけなんですが、まあ、ことこのスマホ SNS に関してはもう誰も気づいてない。なぜならみんなハマってるから、中毒性があるから、みんな洗脳されてる状態だからっていうのが恐ろしいことなんですね。真の洗脳で怖いところっていうのは、まあ、まさにさっきのカルト宗教のところでもあったと思うんですけれども、自分が洗脳されてると気づいてない、自分が異常な状態に陥ってると気づいてないっていう状態が最も恐ろしい状態で、で洗脳する側からするとそれが最も都合のいい状態なんですね。洗脳ってね、自分で気づかない以上、解こうという気にもならないので、自分がおかしいという気持ちにもならないので、気づかない。で、自分の言いなりになってる。自分の支配権の下、元に置けてるっていうのが一番幸せなわけですよ。で、今回紹介するのはそのスマホと、ちょっと前提が長くなっちゃいましたけど、スマホ、SNS、この辺の恐ろしさっていうのをちょっと動画でまとめていますので、ぜひ、最初にまずはそちらをご覧ください。どうぞ。どうも、純です。さあ、始まりました。中富純がお送りしております、ちょっとダークな雑学ラジオですね。今回のテーマですね、こちらになります。死にたい人ほどスマホに支配されているというようなテーマでお送りしていきたいと思います。まあ僕のチャンネルですね、ちょっとダークな雑学ラジオというところで、やはり今まさに死にたい、辛い、消えたいという方向けの、まあ、動画だったりとかね、雑学配信している、まあそんなチャンネルになっておりますけれども、皆さんにここでちょっと一個質問があります。1日スマホを何時間ぐらい触ってますか？何時間ぐらい画面見てますか？です。これね、どうでしょう、皆さん多分ね、パッと答えられない人ほとんどなんじゃないかなというふうに思います。これ分かってない人、メンタルやばいかもしれません。で、引き続きいくと結構かなりやばいところまでどん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 引きずられていく可能性がありますよというところですね。まあ、ここをね、ちょっと今日は皆さんにぜひ自覚していただきたいというところなんですよ。まあ、どういうことかっていうと、この時間が気づいたら過ぎていた、それこそ YouTube ずっと見ていて、もう気づいたら3時間4時間経ってちゃってたみたいな、まあ、TikTok 見てて、1,2,3,4 つぐらいね、5つとかそれぐらい見るつもりだったのに気づいたら、だってね、 TikTok なんか基本的に30秒とか1分ぐらいの動画なわけじゃないですか。もう気づいたら5時間6時間見てたみたいな、あると思うんですよ、そういうのって。時間が気づいたら過ぎてたみたいなね。
これね、実はめっちゃめちゃメンタルに悪くて、まあ、友達とかでね、遊んでて、その、もうこんな時間、もうこんな時間過ぎたの、楽しいひとときってあっという間みたいなのがあると思うんですよ。それはいいんですよ。それは全然いいんですけど、その、まあ、それこそね、映画とか見てて、もう2時間経ったのか、そういうのもまだいいんですよ。ただ、その、目的なく、ただただだらだらとスマホを見つめ続けていて、気がついたら時間が過ぎていた。これがですね、非常にまずいというところなんですね。で、まあ、これのね、コントロール感っていうのが非常に重要になってくるわけなんですけれども、まあ、それをね、こう証明してくれた調査っていうのがありまして、469人の男女を対象に調査したっていう研究がありまして、まあ、半分の人には、このスクリーンタイムの監視アプリを入れてもらうというようなものですね。まあ、スマホとか、まあ、今時の、スマホですね、まあ、iPhone にも、デフォルトで入っていると思うんですけど、今時のスマホってもう基本的に、スクリーンタイムっていうのをね、調べたら、1日に何時間スマホ見たか、で、その時にその起動していたアプリは何かとか、どれのアプリにどれぐらい時間を使ってしまったのかみたいなこと、まあ見れるようになってるんですよ。で、まあ今回の研究では、その半分の人にスクリーンタイムをこう監視するアプリを入れていただいて、まあ、3週間にわたり追跡調査を行いましたというような、まあそういう研究になってるんですね。で、まあ、ここでミソなのは、まあ、いわゆるこのスクリーンタイム監視アプリっていうものを入れて、その被験者一人一人が常に自分で自分のスマホの使用時間をチェックできるようにしているということなんですね。半分の人たちっていうのは常に自分で、今日一日スマホどれぐらい自分は時間使ったかなっていうのを、どれにどれだけ時間使ったかなっていうことをチェックできるように、まあ、しているということなんですね。で、3週間後どういうことが分かったのかっていうと、スマホの使い方の満足度ですね、スマホの使い方の満足度と、あと生活や仕事の質っていうのが、スクリーンの、監視アプリを入れ、スクリーンタイムのこの監視アプリを入れた人たちは上がったというような調査が分かりましたというところなんですよ。本当に些細なことなんですよ。些細なことなんですよ。常に、まあ、なんでしょうね、意識しながら生きていくっていうわけでもなくて、その、まあ、とりあえず一日自分どれだけスマホ見てるんだろう、どれにどれだけ時間、咲いてるんだろうみたいなのを見るだけでいいんですよ。これを入れて、それを常に意識し見続けるだけで、スマホの使い方だったりとか、生活や仕事の質の質っていうのが、まあ、上がったよということが、分かっているので、ただただ何も考えずにダラダラスマホを見続けるよりかは、こういったね、スクリーン、監視アプリとかを入れて、まあ、見ていくというのは非常に大事になりますよということなんですね。まあ、やっぱりね、その冒頭でも言ったんですけど、重要なのはコントロール感なんですよ。自分で一日どれだけ、スマホを見てしまってるのか、で、どういうアプリをどれだけ見てしまってるのかっていうことを意識できる。で、それを、その、意識できると、あ、今日はちょっと見すぎかな、ちょっと別のことやろうかなっていうふうに、やっぱり意識持っていくこともできるので、やっぱ重要なのはコントロール感というところで、皆さんもね、ちょっと気になったらスクリーンタイム見てみること、非常におすすめなので、やってみてください。はい、というわけで見ていただいたわけなんですけれどもね、恐ろしいですよね。冒頭にも言いましたけれども、やっぱりこの洗脳の恐ろしいところっていうのは、気づかない状態を作り上げられてるっていうのが、本人が、その洗脳されてる本人が気づかない状態を作り上げられてるっていうのが、まあ、一番恐ろしいことなのかなというふうに思うんですね。やっぱりこういうところで気づいた時に時間が解けてたとか、気づいた時にその今までの私のこう費やした時間は何だったんだっていう風に後で振り返って思わされること、まあ、あるいはその何て言うんですよね、その中に陥ってる時っていうのは、まあ、必ずその何て言うんでしょうね、その洗脳されてる渦中にいる時っていうのは、まあ、どんな状態であれ。メンタルがいい方向には行ってないはずなので、やっぱりそれを脱するという意味では、自分は果たして自分の時間をコントロールできているだろうか、自分の行動を自分でちゃんと意思決定して、選択して進めてるだろうかっていうことを、ちゃんとこう、なんて言うんでしょうね、普段からそこについて考えられている、意識を向けるっていうことが僕はすごく大事なのかなというふうに思います。なので、重要なのは、その自分で自分の行動だったりとか、意思決定をコントロールできているかどうかっていうこと、なんですよね。まあそれを言うとね、そのカルト宗教の洗脳されてる人はどうなんだっていう話なんですけど、まあやっぱりその、なんて言うんでしょう、完全にそういうのにどっぷりハマってる。まあそれこそ、なんて言うんでしょうね、宗教の最初に宗教を立てる教祖みたいなのって完全に頭がおかしい人って結構いらっしゃるんですよ。僕も実は何人か、まあ何人かって言っても二人なんですけど、お会いしたことがあるんですが、いや本当にね、やっぱりね、本気で、信じてる。なんかね、カルト宗教って、なんか皆さんのイメージで言うと、信者を騙してお金を吸い取ってる、なんかね、そういう悪徳ビジネスだ、詐欺師の集団だ、みたいな風に思うかもしれませんが、いや、確かにそういう人もいるとは思うんですよ、中には。その権力が欲しいとか、お金が欲しいとか、まあそういうので、その信者を集めて、それでビジネスしてるっていうのもね、まあもちろん中にはいると思うんですけれども、でもやっぱりね、本当にトップどころに立つ人って、結構頭ぶっ飛んでておかしい人が多いんですよね。本気でそのことを信じてる人が、
多いんですよ。まあ、それこそスピリチュアル系の人とかに結構多いんですけど、なんか、まあ、私はその天使の生まれ変わりだとか、まあ、私はイエス・キリストの使いだとか、そのなんかね、生まれ変わりだみたいな人っているじゃないですか。で、それを、なんか、旗から見ると、なんか嘘ついて信者騙してるっていうふうに思うと思うんですけど、やっぱりその言ってる本人は本気で言ってることが結構あるんですよね。僕はあの、二人だけ会ったことがあって、そのそんなでかい組織じゃないんですけれども、たまたまその二人に出会う、あの、機会があって、ちょっとだけね、そのお話を聞くっていう機会があったんですけど、やっぱ本気なんですよね。だからこそその言葉に説得力があるし、目にもすごい力があるし、近くにいたら確かにすごい、まあ、洗脳されそうというか、惹かれるなっていう、すごいなんかこう、カリスマ性があるんですよね。だからやっぱりね、その、そういう信者のトップどころの人は完全にこう、頭が、おかしくて、それで自分でなんかその自己洗脳みたいなのがかかっちゃって、それで周りをコントロールしてるっていうことなんですよ。なのでその支配されてるその信者側は多分結構きつい面々とかあると思うんですけど、支配してる側からするとなんて言うんでしょうね、自分でちゃんと意思決定してるから、あの、自分はこう前に進めていけるんだっていうのがあるんで、やっぱこういうね、その洗脳がすごいはびこってるようなカルト宗教とかっていうのが、まあ、トップはすごい幸せなんだろうけど、下はちょっとやっぱり苦しい人が多いんじゃないのかなっていうのが、まあ、僕の所感ですね。ちょっと脱線してしまって全然関係ない話言っちゃって、まあ、申し訳ないんですけれども。でもやっぱりその特に SNS とかは、あの、それと比べるとはるかに、自覚しやすい。特に TikTok、YouTube ショートとかなんかはもう本当にね、たった10秒、たった30秒、たった1分だからそんな時間食わないだろうと思ってたら、もう本当に平気で1時間、2時間、3時間、4時間、時間食うみたいなことってあると思うんですけれども、やっぱりそういうところで後で振り返った時に、自分はなんでこんな無駄な1日を過ごしてしまったんだってなってね、こうメンタルが落ち込むっていうケースもあると思うんですけれども、やっぱりそういうのを1回脱却して、とりあえずもう1時間って決めたらもう1時間しか見ないみたいな感じで、自分をこうコントロールできてる感っていうのを、ね、持っていくっていうのはすごく僕は大事ですし、そういうところで自制心を生む。そうすると自尊心が生まれて、自分のコントロールできている感覚が生まれて、なんかこうね、なんて言うんでしょうね、自分の行動から自分のアイデンティティが生まれるっていうところに繋がるんだというふうに思うので、ぜひ皆さんもそういうところに意識していただければいいかなというふうに思います。はい。まあ、そして、私はですね、他にもちょっとメンバーシップの向けのね、動画も限定動画も公開しておりまして、再生リストにそのリストがあるんですけれども、禁じられた動画っていうのと、あとは元ダークな雑学ラジオですねっていう動画配信しておりますので、ぜひね、そちらも興味のある方はチェックしていただければというふうに思います。それではまた次回僕の動画でお会いしましょう。ではまた。